おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。さあ今日はですね、何をやってるのかって言ったらですね、スーパーカブ C125 に前回動画をお届けしましたブリスクプラグっていうマルチスパークプラグがあるじゃないですか。ハンターカブに装着して実験してみたんだ。そいつをですね C125 につけたらどうなるのかっていうですね、そういう動画を撮っていただきたいとかって言ったら撮っていきたいと思いますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。細いところをですね走っておりますので、まあこういう感じの走行の時にはですね、標準プラグとですねあまり変化がないなっていうふうに思います。嘘、ごめん、振動がちょっと少ないです。そうね、微振動はやっぱり標準プラグよりも抑えられてるなっていうふうに感じております。広いところに出てきましたので、今3速でございまして、えいっ、すみません、取り乱してしまいました。いや、言うのがですね、なんで取り乱したのかって言ったらですね、ちょっと自分が想像していたよりもですね加速してしまったというわけでございまして、取り乱してしまったんですけど、なんでねそういうことになったのかって言ったらですね、ここ最近ハンターカブ CT125 ばっかり乗っていたんですよ。で、久しぶりにスーパーカブ C125 乗りますので、ちょっとねあれって思ったんですよ。本来もともとこいつスーパーカブ C125 はハンターカブ CT125 よりもですねトルク感であるとか馬力っていうのをですね強く感じる乗り物でございますので、プラグのせいでああなったのか、それとももともとスーパーカブ C125 本来持ってる性能で面食らったのかっていうのがですね、ちょっと今のはまだわかんないです。おー、上り坂ですけど、元 DX プラグよりはやっぱりこいつ上るな。ハンターカブでも感じてたんですけど、同じような特性をですねこの CT じゃなかった C125 でもですね感じることができるなっていう風にですね思っております。今2速で坂道のところをですね峠道を駆け上ってるというわけでございます。あ、ここだな、標準プラグではここまでねなんか回らないなみたいなことをですね前回も同じこと言ってるんですけど、なんか今回もやっぱこのプラグってそうなんだな、中速域がですねいいんだなっていうところをですね今感じつつ走っております。標準プラグで上が回らないなっていうことがないんで、やっぱりこういうところ走っていたらブリスクプラグの方が楽しいな。で、元 DX プラグはこういうところよ、えいっ開けた時にですねやっぱりついてこないんですよ。あれがないからね、もうやっぱりこの程度の本当に低速ワインディングっていうんだったらブリスクプラグはですねすげえ楽しいなっていうところをですね感じております。下りでございます。下りもやっぱりアフターファイヤーとかそういうものがですねポン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 っていうのは出ません。大丈夫。標準プラグもですねスーパーカブ C125 前回動画をお届けしたんですけど、もうやっぱり標準プラグ合ってるなスーパーカブにはっていう結論に達したんですけど、その標準プラグのちょっと物足りない、もうちょっと上がね回ればなっていうのもですねこのブリスクプラグはですね回ってくれるっていうところが、おお、分かったぞこれ。今おじさんがこのプラグのテストをしている車体のスーパーカブ C125 なんですけど、エンジン系統ですねフルノーマルです。何にもいじっておりません。使用オイルはニューテックのですね NC51 のゼロウィンター30が入っております。一応そういうことも言っとかないとね。このくらいのツーリングペースで走ってるんですけど、元 DX プラグをつけていたんですよ。で、元 DX プラグつけていた時はですね、ほんと振動感じないんですよ、あいつ。もう、まあ、全く振動感じないってことはないんですけど、とにかくもう振動がなくなるんですけど、こいつはね、やっぱり適度な振動ともなってですね、トルクがあるような走り方をします。言っときますよ。劇的に、うわ、すごくめちゃくちゃ体感だぜ、君みたいなですね。そういう感じじゃないですよ。あくまでも味付けの話をですね、わかりやすくお伝えしているというわけでございます。前回お届けしましたハンターカブ CT125、そして今日スーパーカブ C125 にこのブリスクプラグをつけて、どっちとも中速域がすごい楽しいんだよっていう結論に達してるんですけど、そこで気づいたのは、大津さんはどっちかって言ったら高回転よりで、ね、高回転のツーリングを多用しますので元 DX プラグなのかなって思ったんですけど、違うんだな。
小津さんそんなに高速な人じゃないんだ、小津さん中速な人なんだっていうのがですね、分かったわ。今回考えてみたら当たり前ですよね。スーパーカブ C125 っていうのは1万回転でリミッターかかるんですよ。常に1万回転で走ってるわけじゃないもんな。よくよく考えたら、ハンターカブ CT125 は8000回転でリミッターかかるんですよ。8500回転だったっけ。まあね、常にずっと8000回転で、ずーっと8000回転で走ってるわけじゃないんで、ああ、そうなんだな。つまりそういう走り方っていうのは、ツーリングだ。そりゃそうだ。ツーリングしてるからさ、サーキット走ってるわけじゃないからさ。ああ、まあ、考えたら当たり前の結論に達してしまったというわけでございます。そこで皆さんにお尋ねしたいんですけど、このスーパーカブ C125 に、スポーツエアフィルター、スポーツエアフィルターなんかおすすめの商品ありませんでしょうか？ご存知の方がいたらですね、純正エアクリーナーボックスにポン付けできるですね、スポーツメッシュフィルターができれば欲しいな。もし知ってる人がいたらですね、コメント欄に書き込んどってください。URL は貼っちゃダメよ。URL 貼ったらですね、コメントがですね、削除されるかもしれませんので、ね、品名とメーカー名を教えてもらえれば、もう皆さんにですね、そういう頼るんだ。スポーツメッシュフィルターこれ入れたら絶対楽しいぜ、もっと。はあはあ、こういうところがいいんだな。ちょっと動画では出せないんですけど、どういうところがいいのかって言ったらですね、スーパーカブで、っていう走り方よりも、みたいな、ああいう領域、すごいな。みたいなところじゃなくて、さっきのところね。わかるか？その表現で。相変わらずですね、この数値を出さずにですね、この雰囲気だけで伝えていく、小津さんのインプレッション動画だ。こういうところでこうやってこうひねたら、ほら、来るよ来るよ、みたいな感じなんですよ。楽しいよな、本当に。ここの領域だな。えいった時に、ほら、ほらほら、伝わってますか？ブリスクプラグを装着して C125 中速域がすごく楽しいっていうのがですね、分かりまして、まあ、かなり満足いってますんで、もうこのままブリスクプラグをですね、装着したまんまにしようかなとは思うんですけど、最後にですね、ちょっとお試しをしてですね、この領域がね、ちゃんと満足いくもんだったら、はあ、もう大満足だというわけでございまして、ちょっとテストに移りたいと思います。それでは、レッツラゴイ。こいつ伸びるぞ。すげえ。すげえって言っちゃあれなんですけど、大げさに聞こえるんですけど、決定、もうずっとこれでーす。C125 に合ってるわ、やっぱり。というわけでございまして、今日はスーパーカブ C125 にマルチスパークプラグのですね、ブリスクってやつをですね、プラグを交換して走ってみたらですね、どうだったっていう動画をお届けいたしました。ではでは、結果大満足でーす。